どうも、体上落成業者の代表高野教です、えー、今日は、えー、この収録は、えー、1月の7日ですあのー、実は今日新潟県で、えー、コ,ロナがコロナウイルスです、ね、新型コロナウイルスの感染者が70人というふうにかなり増えました、えー、全国的にもかなり増えていて、えー、沖縄なんかすごくひどくて1,000人以上出てますよねで 新潟で出てきた中でもそのオミクロン株というものも一例、えー、確認されたそうです。かなりその年明けからです、ねえー、感染者の拡大がです、ね、もう急拡大している状態になります。まあ、当然ながらうちはです、ね、今は一人なんでマスク外してますけれどもマスクをしますその都度手を消毒します、えー、ベッドを消毒します ドアの無償消毒しますってことをやるんですけど、あの、ここで頑張りましょうねって思って、ちょっとこの動画撮ってます。あの、ワクチンを打った方とかは、あ,、うん、ある程度対策をしてると思うんで、その、密、 いろ、うん、んな人がいっぱいいるところに行く時には必ずマスクをしてたりとか手を消毒して入るとか必ずしてると思うんです。で、それをやっぱり徹底していくべきじゃないかなと思うんです。あのー、もう急拡大したからもう動かないとかじゃなくて、まあ、できるだけその回数を減らすっていう努力はすべきだと思うけどでも行くなら行くでちゃんと対策をするっていうことも大事だと思いますね。ある程度対策をした上で それでも入ってきてしまうのはもう仕方ないっていう僕はちょっと考えているタイプなんですけれども、その中で、えー、ちゃんと、その、対策をしましたよって言えるようにやっておくと。まあ言い訳をするわけじゃないですけど、そのようにしっかり対策をしてですね、やっていけば、あの、ある程度防げるんじゃないかなっていうふうな気もします。ただ、数的にすごく大きくなったので、確率は上がってます。感染する確率は上がってるので、 そこをみんななで頑張ってて抑えてきたらいいいのかなと思います新潟は新潟市をちょっと中心に結構どんと増えている中央区がちょっと十何人っていうふうにちょっと多いので、えー、ここの三条市も1人出てますしあの管轄内っていうところではちょっと出てますし三条市滞在っていうところで2人出てたしまあ,あ危機はそこら辺にあるというふうに考えてやっぱり対策をしっかりしていくっていうことが大事だと。 もう本当に基本的な手洗い、消毒、そしてマスク。あとは密を避ける。こういうのをしっかりとやっていく。うーもう本当、何か触ったら消毒するか手洗いとか。こっちに手に、あの手が口とか、そっちに行かない前に、行く前に、えー、しっかりと手を洗って消毒する。これ大事だと思うので、えー、皆さん徹底していきましょうね。あの、本当大変だと思うので、えー、頑張って。